はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、 お名前を、はい、お願いします。静岡県から来ました、新出新旧接骨院やってます、YouTube チャンネル新出メディカルベースボールチャンネルもやってますんで、よろしくお願いします、はい、そちら概要欄に、はい、入れておくので、皆さんチャンネル登録マチェックとかマッチェックね、いろいろとお願いします。お願いします。はい、お名前を、新出さんのお友達の太田です。よろしくお願いします。はい、フレンド。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまだね、終わったので、はい、まだまだ続きますよ、グローブ紹介が。ありがとうございます。ということで、今日お持ちいただいた、はい、どうぞ。はい、あれだと思うんで、どうじゃあこれ最高に美味しいんですよ。美味しいですか？ごくごくの美味しい。ぜひ通販で。通販でね。はいはいはい。はい。一回受け取ってます。じゃあちょっと今日、使用したグローブの方を、はい、出していただければなと。はい。まあ僕が使わせてもらったのがこちらですね。はいはいはい。ちょっとお返しください。はい。はい。ありがとうございます。はい。これなんてメーカーですか？はい、グリーディーっていうメーカーで。はい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 。今ちょっとこう一部。界隈でちょっと出らしてるんですけど、そうですね、ですね、特殊重心グローブっていうので、うんうん、まあ、簡単に言うとこうはめるだけで、はいはい、まあ、姿勢を整えて可動域を上げてくれたりとか動きを良くしてくれるっていうグローブです。さすが接骨医。体に。なるほど。ちょっとはめてもいいですか？あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。はめてください。失礼します。あ、なんか人差し指残しますね。そうですね、これは投資用で、まあ、横型のちょっと片付けをさせてもらってるんですけども、うんうん、でも横で投げるにしても人差し指がしっかりと前に出るような、はい、結構親指はちょっと硬さを残して、まあ、小指側からちょっとこうグッとひねるよ う, そうですね。重心は人差し指、ただ親指は残ってる、はい、そうですね、親指はしっかり、うん、はい、残してる。思いっきり握りつぶしやすい、これ翔平さん似合うかもしれない。うん、確かに結構多くの投手の方は好きな形じゃないかなと。そうですね。まあ、こうしてこれは軟式になります。軟式か、はい、軟式でここまで親指硬いんですか？はい、そうなんですよ、バッチリ決まってる。やばっ、何これ、すげえじゃんこれ。、はい、なんか気に入ってるわ。これ顔質もいいですね。そうですね、まあ、どこかは言えないですけど、まあ、ちょっとこう補給面見てもらうと、うん、結構分かる方には分かるんですけど、まあ、ちょっとある某メーカーさんにちょっと近いかなっていうところでは。こっちも、はい、大丈夫です。こちら、型は同じなんですけども、片付けの仕方で、一応縦型の片付けにはなっています。こちらちゃんと親指効く、はい、そうですね。流行りの縦型っていう感じ。そうですね。さっきピッチャー増えてます、はい、やっぱりピッチャーの人も、まあ、投げ方によって、実は横型がいい方と、まあ、縦型がいいっていう投げ方っていうのがあったりするので、それに合わせて、その人のこう体の使い方に合わせて片付けだったりっていうのも返させてはもらっています。じゃ今日これ使って、はい、何イニングなんですか？9イニング。やば。本当に夏にお疲れ様でした。ナイスピッチです。最高なピッチングでした。全然打てなかった。気になった方は、はい、ぜひね、はい、チェックの方、こちらで販売しておりますんで、はい、はい、チェックの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、現代モデルですか？そうです、既製品のやつですか？いやどこかにしていいですか？もうね、やばいよね。今夜、現代モデルたまんね。現代選手モデルですね。これは高式、軟式？軟式です。軟式でこんなツヤ出るの？ね、でもさすがプロステータス。うん、なんか型の特徴とかってあるの？掴めで、うん、うん、もう入ったら出てかない。なるほど、もう掴んだら離さんよと、はい、一生ボールは友達だよと。そうです。なるほど。いや、これまだ硬めですか？まだ硬いです。買ったのいつ頃ですか？買ったの2年前なんですけど、1年間寝かした。なるほど。熟成しました。生ハムじゃねえけ。熟成機です。これなんでこんなツヤ出るの？軟式1年寝かしてて使ってないのにツヤ出るってやばいな。マイクロステータス、やっぱ黒の革質っていうのもあると思います。今日サードでもね、いいプレー出てたので、やっぱこのグローブのおかげなんじゃないかなと思います。まあ、試合動画の方もチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしたら本日は、はい、ありがとうございます。またね、お付き機会があれば、はい、よろしくお願いします。ぜひ、はい、お疲れ様でございます。はい、ありがとうございました。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとお名前を。はい、浜松の連盟の A クラスでやってるのジギーっていうチームで、やってます、鈴木と申します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかないですね。いや、今日は1ヶ月ぶりに運動したらいいですか？体力が地獄のように落ちてたので、もう最悪の調子でした。そんなピッチングじゃねえって。気がしないだけで、まあね、本当に良かった。本当にナイスピッチングじゃん。いや、ありがとうございます。じゃあちょっとね、お持ちのグローブの紹介をいただければと思います。はい、はい、僕メーカーで好きなメーカーがあって、もう学生時代からずっと愛用してる、まあ、今ピッチャー用は別のを使ってるので、はい、ちょっと、まあ、持ってきてないんですけど、そのメーカーのグローブ、ちょっと内野と外野をちょっと持ってきてるので、おお、イソノっていう、やばっ、ちょっと渋いと思うんですけど。渋い。もうずっと高校生の時はスパイクもバッテもバットも全部その揃えて、うわー、えぐいな。それはちょっとまず内容からお願いします。はい、お願いします。めちゃめちゃボロボロですけど。いやボロボロなんじゃない、使い込んでるんだ。間違いないです。はい、ワンピース、これ公式用ですか？それは公式用です。いつ頃から、何年くらい使ってるの？10年ですね。すごっ。
で、全然まだまだ使えます、これ。めっちゃ広いですね、ポケット。そうですね、あの僕もともと外野手なんですよ。ただ、あの今ちょっとずっと中学生野球を教えさせてもらっていて、うん、でやっぱ外野手のグローブだけど使いにくい部分があったので、うん、実は奥さんが買ってくれたんです、まだお付き合いしてる当時の思い入れのある。そうなんだ、もうその内緒は一生ものですね。そうですね、だからもう手入れは、だからそう、今試合後なんで汚れてますけど、うん、もうずっと一緒にこれからもやっていくグローブですね。なるほど、思い入れのあるね。かっこいいわこれ、メイドインジャパン。うん、ここにね、やばい、これはね、もっともっと、あと40年ぐらい。そうです、ただ指導者はあのできる限りずっとやっておこうと思ってるので、40年じゃあ、あとこれで。そうですね、やっていただいて。すごい、40年までいったらどうなの。磯野も物持ちがすごくいい。うん、いや10年使ってたら思えないよ、はい、そう、僕あのグローブで親指のところと小指のところがへた、はい、らなければずっと使えるんですよ。うんうんうん、まあかぶって一緒もんすか。そうです、なんでそこだけは崩れないようにっていうところも、はい、あの思いながら、まあ、手入れの方をひどいな、はい、させてもらってるって形です。なるほどです。じゃあ引き続き大事に使ってください。はい、じゃあちょっと次外野手用の方。はい、こちらちょっと基本的には今日は外野も持ってるんですけど、メインで使ってるグローブです。こちらはオーダーで作らせてもらった。逆にあれですね、小指側ちょっと効きますよね。はい、この外野手用に関しても。え、結構外野手用にしたら小さめですか。そうです、コンパクトサイズで、多分あの軽めですね。うん、めっちゃ軽いっす。はい、なんで正直あのいろいろ薄いので使い続けるとすぐへたるとは思うんですけど、もう試合専用。あー、なるほど。正直草野球の試合でもあんまり使わないです。なんか特別な試合の時だけ、はい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 、はい、しか使用してないので。だそのグローブなんで10年経ってです、高校の時から使ってる。やばい、待って、11年ですかね。待って待って、手入れの方がめっちゃ綺麗、はい、かみってる。やばい、やばいな、これこのツヤもすごいな。あんまり背面塗らないっす。あんまり塗らないっすね。でも汚れ落としはしっかりついてる。あ、そうですそうです、そうです。なんかそのグローブは軽さを重視したので、本当に極力あんまりいろんなもの塗らないようにっていうのをすごい意識して手入れしてますね。プロだわ、手入れ、うん、教えてもらいたいな。今こんな見た目ですけど、当時は足と守備が売りの2番バッターだったので、まあ、守備にはものすごくこだわって、グローブの方もあの父親も野球ずっとやってた方なんで、はいはいはい、守備がメインだったり守備にこだわれってことで、僕のわがままも全部詰め込ませてもらいました。じゃあこだわりだらけの、そうです、グローブということで、はい、じゃあこれでね、もっともっと、はい、外野手がもしね、今後また浜松から来ていただけたら、はい、外野の方も、はい、プレーを見せていただければ。ぜひあの技術には太っちゃったんで足は遅くなったんですけど、多分外野の守備の技術的なところは多分自信はあるので、はいはいはい、はい、ぜひ見てもらえたらなと思います。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとお名前を、はい、お願いします。静岡県の浜松市から来ました平見です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。自分もね、頑張ってくるね。キリッキリなスライダー取れてる。マジで。はい、じゃあグラブ紹介ということで、はい、まずじゃあどちらから紹介しようかな。こちらから、はい、はい、SSK のこれはロードレイジです。うわ、懐かしい。懐かしいですよね。金ラベルに縁が緑っていう2ピースのウェブで、もうなんかね、もう本当にザ左投手用といったような超握りつぶした感じ、うん、なんか高校時代の菊池雄星投手の方みたいな。マジそう、典型的な左投げの。やばいなこれ、うん、え、これ高校の時から使ってた。それはあの兄弟がいて、はいはい、長男が左利きだったんで、はい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 、ピッチャーやってたんで、その下がりです。ってことは何年ぐらい前に使ってたのかな。だから10年前ぐらいですね。すごいな、はい、お兄ちゃんの方って。合います。合いますね、はい、やっぱ兄弟兄弟ですね、はい、本当に。なるほどなるほど、絆がすごい、うん、いや、なんかこだわりとかってありますか。左ピッチャーってやっぱこう潰しちゃうっていう、なんかこういうの巻き込むっていう、巻き込む、はい、そこをまあしっかりとやっぱり、はい、安定させて、まあやっぱ、はい、だからまあこういう方になるんだろうなって なるちゃうんですね、はいはい、いやでもそれがね、力が入る左、はい、投手の特有のね方ではあるので、これもねもっともっとまた浜松から来ていただいた方が、はい、これでどんどん今日のように三振取ってもらえ、はい、わかりました。はい、じゃあ次ちょっと外野手用の方、はい、はい、ウェルスさん、はい、ダメそう。で、ダブルクロスか。ダブルクロスです。これは公式用。公式用です。おお、はい、いやなんかね、味が出てる。味が出てる、うん、ちょっとあれですね、あのあんま磨いてないですね。そうですね、あの赤磨くとちょっと落ちていくんで。確かにそうですよね、はい、うん、でも日焼けは気をつけられてるような感じはします、はい、結構隠してます。隠してますね、本当に、うん、はい、磨くのが全部いいわけじゃなくて、僕からすれば磨きすぎて逆に良くないと思ってるんで、いやその分やっぱ軽いなって外野手でもいうのは感じますね。これなんか結構外野手用のグローブって
紐のウェブを使われる方が多いと思うんですけど、なんかダブルクロスにしたそのこだわりとかってありますか？確かに。そうですね、まあ、中学校時代からずっと外野手でいて、まあ、そのコーチたちにいろいろ教えてもらって、はい、で日本掛けがいい、はい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 、それで、まあ、自分に合って、うんうん、そこからずっと続けてますので。ケットが深い、うん、めっちゃ深いです。これ同じその茶色のグローブ使ってたとは思えないような、そうですね、全然あの真逆の型してるような、はい、グローブですね。いや、こっちなんかいいなぁ。ウィルソンはあんまり、あ、でもデュアルじゃないんですね。そうですね、はい。なんか最近はウィルソンのここが2本になってる、デュアルですね、うん、なんですけど、これはデュアルじゃなくて普通の、普通、それはそれでまたある意味特徴が出てるのかな、珍しいかなと思います、そうそうようなグローブとなっております。はい、本日はありがとうございました。そうですね、あの急に投げてです、ね、大丈夫です、本当に本当に楽しかった、助かりました、はい、はい、以前ディッカーズ戦にも参加していただいたりとかっていうのもあったんで、まあ今日もね、はい、シュートバッティングも出てたので本当バッティングいいっす、うん、引き続き、はい、また浜松からお越しいただければ、はい、いろいろとプレーで盛り上げてほしいなと思います。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は、参加していただいた方のグローブ紹介の方をさせていただきました。はい、まあ、皆さんね、疲れてる中寄って、撮影の方をしてくれてありがとうございます。はい、ということで、皆さんね、URL も、下に概要欄に入れておきますので、皆さんチェックの方もよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。よいしょ。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。